チュアとともに優勝候補の一人だと思います。飛距離ですよね。ね、飛距離が一つ大きなアドバンテージになりますね。さあ入念にラインを読む上田。これ村口さん、奥からどういうラインになるんですかね。今ちょうどボールの後ろに行ってみたんですけども、ちょっと微妙なラインですね。少し左に切れるのかなとかですね、少し下りでもあります。一つこれここで一つ凹めてもらえてですね、バーディーパット上だ。ちょっとこうボールの多分線を引いてあったそのラインの向きとなんかちょっと気になったんじゃないですか。確かにこうカップの右サイド狙ってますよね。さあ欲しいところではありますが、仕切り直して決めた。今日初バーディーが来ました上田桃子。今セットアップしてから一遍離れてボールマークし直してね、置き直してね、ナイスバーディーでした。一瞬こう迷いがあるのかなとちょっと一瞬不安になってしまいましたけれども、